東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ UK プロジェクト代表遠藤光一ですポリシックスふみです所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり音楽の話をしたり UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです皆さんからの感想などもお待ちしていますハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストお願いしますさて今回は音楽の仕事の話 フリーランスのグラフィックエディトリアルデザイナーの小林はじめさんが来てくれました。こんにちは、よろしくお願いします。小林はじめです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。U.K.P. ラジオグラフィックエディトリアルデザイナーってなかなか聞きなれない言葉で僕生まれて初めて言ったんですけど、ね、あ,あのどっちもやってるよっていうだけですね。グラフィックだとグラフィックデザイナーでもあり、そうですね。エディトリアルデザイナーでもあるということですね。はい、ね、はいはい。エディトリアルだとなんかこう 雑誌だとか本だとか、うんうんうん、そうですね。にまつわるっていう認識。まででっかくデザイナーっていうと服もデザイナーになっちゃうからね、なんかそうだよね、いろいろあるもん。グラフィックとか言っといた方がいいっすよ。細かくはい。うんはい。ロストインタイムの海老蔵さんに似ていると噂の小林さんは デザイナーとして活躍されていますが、うん、<laughs> 今,今のさ頭の振り必要なかったけど<笑><笑>えでもあれなんでしょう UK プロジェクトの社員に海北、はい、に間違えられたっていう昔海北さん。 ね、さん何してるんですかっってて言われたいいうぐらい <laughs> うしかも社内でだからみ幸せで呼ばれてこう会社に,、ね、社に御社に恩社のこう会議室でちょこんって座ってたら <laughs> あの社員の人に「あれかよく何しに来たのか?」って言われたっていう <laughs> いい話いい。相当似てたね、はい、当時 <laughs> 似てますけれども <laughs>、うん、今ではですねえっ、ー、と UK プロジェクションの中では、えー、ヘルシンキラムダクラブ が一番ななんかか印象はあるかな現在はそうですねお手伝いグッズとかねそれからジャケットのデザインをしててくれてますねあとこの間あの初めてあの舞台美術的なことを手伝って見たりするんですか 十何メーターかける何メートルとかっても作ったことないからすげえ動機動機どきでしたよかかんないようにしなきゃかかんないようにしなきゃと思って平常心平常心とでもまあライブを見せていただいてあよかったホッとするライブも楽しかったし遠藤さんと初めて会ったのっていつなんだろういつなですかね多分最初に 最初多分二十何年前とかなんですけど、うんまあ、当時いた増本さん、はい、<の>いわゆるマスピ,ー、ね、マスピーにお仕事の話で,、はい、で打ち合わせで行った時に多分いらっしゃってアドもお邪魔してますぐらいのことはしたと思うんですけど酒の席が一緒とかいうことも一二度あった気はしますね。正直あの、うん 取引先にしていただいてるあの会社の社長だから、ぶっちゃけ緊張しますよね<え>、賞 <laughs> 味の話で、だ,だからなんか、ああ、やばいやばい行儀よくしなきゃっていうふうになってはいたんで、そんなに、そういう意味では、そういうふうに、そこまでなんかこう喋ったりとか、お話をしたっていう記憶はそんなないですね。その挨拶とかぐらいの。うん、でまあと、僕もこの辺住んでるんで、あれなんですけど、なんか大関の前でばったり、ああ、道で会うね、うん、どうもですっていうのは、うん。 そういうのはありますね。小川さんか遠藤さんかぐらいの感じで。霜きただね。え <laughs> この遠藤さんに言われた言われて、うん、ハッとした出来事っていうのをアンケートでいただいてますね。これ何？これえっ、ー、とまあまた別のお仕事をいただいて、うん、で打ち合わせの時にスパルタローカルズのお仕事だったんですけど、うんはいはい、そこ覚えてますね。の水のようだ。の時にあのジャケのあれはライブの かかかかなんかしかもうなんししもくてそこにに打ち合わせしに行ったかななんかメンバーいて、うん、結構有形の人もいっぱいいた記憶があって女の子のミニスカート、ねうん、女の子のカメラマンの、うん、あの一子がいてその子の作品を、うん、から邪気を作ろうっていう話で,、はいうん、でカメラマンの女の子とかいてそれからメンバーいてでいろいろ話してる時に、まあ、メンバーがこうしたらいいんじゃないみたいなの、うん アイデア出したときに、ちょっと僕的には、うんっていう案だ。ちょっと、それ難色をその場で、ちょっと僕が示したんしたら、遠藤さんが後ろで。お前頭かてな。でも十何年前ですよね。多分ね。ええ、結構仕事で悩んでる時期だったんで。で。あ、なんか俺にも確かに、頭が固いっていうか、こう。視野狭まっちゃう要素は、多分にあるなと思って。で、ああ。 そうかそれは頭が硬いってことかって思ってうん、うん、でちょっとなんかこう自分の目先が変わったっていうかこ<ー>れはなんかすすげえきっっかけになったんですよね,<ー>なんかねまあまあ腰は低いかもしれないけど、うん、頑固ななんかねんか俺のデザインとこういうもんだみたいな感じはあったと思うね、うん、<laughs> 確かに <laughs> でも一方では半分はアーチそストのものだから、うん、なんかちょっとこうしたいって言ったら。 なんかそこは寄ってもらった方が俺はありがてんだけどなみたいなことだと思うたきっとうん、うん、でもまたそれも切々とさ、うん、こう面と向かって <laughs> そんな話をしても多分違かったんだろうしね <laughs> その言い方頭が出なみたいなその感じがでも,でも結果としてはいろいろやってラフ提出して、うん、まあなんかあの結局そのメンバーは流れたんですけど、ね、<laughs> あそ,うそうだね あのジャケット俺今でも覚えてて好きですよいやあれいいですよね、うん、ああのびっくりしますもんねまずそこがじゃあがっつりこうお仕事でそうですね感じだまあ最近で言うとあのね UKFC のねロゴとかも作ってまねあそうですね、うん、ああそうだったんだそれ知らなんだ、うんうん、へえいや私知らなんだであれなんですか私初めて会った時に、うん、あのー 始めがねって言いますスペースカンフーマンってバンドのベーシストとして私会ってるんですよ。はいはい、で,で、ね、私がポリシックス入る前、はい、前のバンドの時だから、うん、54の時に会ってるんでデザイナーさんだということ全く知らずしばらく付き合ってたから。うんうんうん、ただ普通の バンンバドマそうそう、うん、だから後々あデザイナーさんだったんだって知ったみたいな <laughs>、うん、まさかそのねこんな UK のでもお世話になってるとはみたいな、うん、今も UK 不審のロゴもねまあでもバンドやってたっていうことで、うん、できた人のつながりとかでなんかこう知うんうん 仕事いただまあマスピーもそうだしだからかどっちかだけじゃないんですよんか両方あるからんかうまくいってるっていうのが正直なところで。と一緒にクララブのエキスってたよね番組の制作からロックバンド善とした人を集めろみたいなのがジャムかなんかに連絡がいったんでそれでジャムの人が「でもまあ今。 ジャムで売り出し中のバンドといえばっていう感じでポリを紹介してうん、うん、で,でもまあポリはでもつなぎじゃなぎだ,ん、うん、だからロックバンド前途はしてないじゃ僕その頃髪の毛緑でつくつくとかしてたから「スペースカンフーマン」ってバンド僕その時やってたんですけど僕はベースなんですけどそのバンドをすごくあの林くんとか、うん、佐古くんとか、うん、すごい慕ってくれてて。うんうん で僕らもなんかあの慕ってくれる後輩ができて嬉しいみたいな感じで仲良く知ってたんですよ。うん、でそしたら一緒になんかそういうわけでジャムからあのエキストラのバイトがの話が来たんだけど、うん、一緒に行きませんかみたいになってでなんか朝早いから、うん、朝早いからで当時多分僕とええー 佐君と林君とそれ、うん、からうちのギターボーカーの片山っていうのがいるんですけど、うんうん、まあご存知の方も、はい、でその4人で,であの朝早いからみんなで集まってみんなで行こうって言うんですけどその頃一人暮らしってたの僕だけでみん,なみ,みんな実家だったから僕の家のアパートで集まって飲んでその足でなんかタモリクラブの。<laughs> テキスト、えー、多分、あの、毎度同じみる、ろの番組って言ってる、後ろを楽器持って、ロッ六膳とした人が横切るっていう役をやって。うん、そうだよね、めっちゃそれ覚えてる。うん、ポロロッカっていーー、あ、そう、そ,そ,そ,そう、そうん、で、ロッカ、ロッカ、ロッカが集まるスーパーがあるらしいみたいなので。あ、あ、あ、うん。そう、そう。ありましたね。うん、ありましたね。ねで、なんか、ね、わ。まあ、その横切るだけだから、あっという間に終わるじゃない。うん、そうだよね。 日当五千円とかもらってであのロケバスにお弁当あるから食べて帰っていいよなんてとーすとか言ってでマイセンのカツサンド食べてたらこうガチャってこうあのロケバスが開いて石倉三郎さんこうやって覗いておお疲れっつっておお石倉三郎だって思ったのを覚えてますねいいよね青春の一ページですねでまあ後ろ姿でもなんでもタモリさんを見かけるだけでちょっと上がるよねいやめちゃめちゃ上がる そういったら俺加藤茶さんとかもありますよ仕事でそうなんだ加藤茶さんに「ペ」いただけますかって言ったことがあるんですけどこのいただけますか撮影ディレクションで撮影立ち会いで行っていろいろ加藤さんあんまり写真お好きじゃない方って聞いててさすがに緊張するじゃないですか超大御所だし。 で,これでもなんか割とノリノリで付き合っていただけて、うん、あのおまわりさんの衣装とか腹、うんまあ、巻きにあのハゲヅラのおじちゃんあるあの衣装とか全部持ってきてくれて、はい、いっぱい撮っしてもらって<ー>でそれ定築さんからのリリースだったんですけど、うん、あのもうこれで撮影終わりかなっていうタイミングで、うん、定築のディレクターが僕のとこやってきて「うん、あの小林さんあの ペのショットまだないですよね<ー> <laughs> 言われてこれ、俺が言うんですか、ね、俺がお願いするんですかって、<laughs> <laughs> <laughs> それでもなんかこう、あの、あのお疲れ様まです、ありがとうございます、あのすげえいい感じですあの、申し訳ないです、最後に一つ、ペいただけますかって言ったら、ああ、めんどさもうさ、言われいい、もうあきあきな、ペってやってくれて <laughs> 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 でも、も全員、最敬礼で <laughs> あ<ー>、<laughs> ありがとうございました <laughs> <laughs> <laughs>、うん そんなそんなお仕事もあるわけですね、うん、大,大緊張でしたねすごいなそれはデザイナーの仕事 <laughs> UK プロジェクションと付き合いはだいぶ長いですけど UK プロジェクションの中で好きなバンドを上げていくと、うん、もうあ,ありすぎてありすぎて難しい、まあ、かなりあるんですけど、うん、でも一番高いのは僕やっぱ「ディップ・ザ・フラッグはとにかく衝撃であの フロッグマンでしたっけあの、はい、魚の油絵っぽいジャケット、はいはい、あれは僕発売日に買いましたもん<ー>当時あの予備校生だったんですけど、うん、あの新宿にある予備校から昼抜けて、うん、あのその辺の旅行屋行って買いましたね,ね初回特典が生写真だったんですけどえ <laughs> どうなんだ <laughs> ちょっと記憶ないなそうだったんだででも後に十何年して結婚してで、うん、俺の CD 棚とかみさんの CD 棚を並べたら生写真が2枚あったってお互い1枚ずつ持ってたっていうやばいねそれちょっといいいいねとてもいい当時いわゆる普通にバンドブームの時代イカ天とかのそういうラインとまたちょっとこうディップは質感が全然違うじゃないですかそうね洋楽師なんていうんですかねまあ山内さんめちゃめちゃ聴く人だし あのー、今でこそなんかあの仲良くさせてもらってるんですけど、はいはい、あのねやっぱりこう、まあ、あんま会話してくんなかった印象があるな、ね、その頃だとなんか僕その、はい、あのまああの今日収録にあたって過去回を僕いろいろ聞いたんですよ、はい、山地さんの回も昨日聞いたんですけどあ,<ー>あの,、えー、あの暗黒期を僕知らないんですよあ<ー>山地さん優しいなっていう印象しかないですね。<laughs> そうか。<laughs> まあリップのほかだとビヨンズとかポリシックスとかビヨンズは僕ら世代でこういう感じに日本でインディーの音楽なんかも弾いてるっていうので,であと、まあ、男の子としてはその辺は外せないですよねめっっちゃかこですね。はい まあえー、っとコンドル44ォ、ね、ーですね椿屋四重奏イ、ね、大ワレコードの創世期そうですねはい <laughs> その辺はもうお仕事で変わらせて <laughs>、はい、でもコンドルの佐々木君とかはなんか仲良くしてもらえてたような気がしますね、えー、ーそうですねで椿屋四重奏もその後ゴンゴン、ねえー、ああそうですね いった感じもそうね。続きはやっぱそのねあのさっき言ったますもとくん、そうですね。マスピーが担当だったから、うん、マスピーがはじめくんに何かデザインをお願いしたっていう流れだよね。きっと、ねそうですね、なんか一緒に結構飲み屋に飲み屋に呼び出されてマスマスピーと一緒にどういうふうにするべきかねででまあマスピーが結構ガッツリやっぱり顔を晒していきたいはいはいはい。で ちゃんもうポートレート撮りたいっていう話してあなるほどって言って、はいはい、だったらこういう写真の撮り方がかっこいいんじゃないみたいな話をして、はい、であの僕の、まあ、こう友達というか後輩というかのカメラマン紹介して笹原君っていうね今もう坂道系のジャケとか撮ってる銀座の表紙とか撮ってるすごいカメラマンになっちゃったんだけどあの彼の。あの 世田谷大のマンションの一室で撮ったりとかしてもうなんかそれでなんか出来上がったラフをその顔写真撮って出来上がってラフを作って持ってったら当時袴田さんって担当がもう一人の担当ですねますますさんのアシスタント補助というかサポートという感じで袴田さんという女の子がいて当時 だいぶ若かったですよねきっとね。そうだね。十く二十歳の可能性が高い。そうだよね。椿屋をやってる頃が。うん、でその時袴田さんにラフを見せたら、うん、はじめさんやりますねって褒められたんですよね <laughs>。<laughs> い,いそう <laughs> やるな。<laughs> るなこれもう一生言ってやろうと思ってるけどね。俺ももうその時三十二とかですね <laughs>。<laughs> そっか。そうだよな。 俺も、まあ、あれはちょっとやっぱ下敷きにはさ「あのあのルスターズ」の LP でさはい、はい、メンバー4人が顔がガツンって一人一枚使ってっていうのはあると思うんだけどやっぱあの「ツバキアの時にさああいうふうにう顔しかないみたいなジャケットって新鮮だったもんね。そうですねなんか多分時代 時代の雰囲気的には何かこうあんまり己をさらしたくないみたいなイラストだったり写真だったりなんかあのロゴだけのデザインデザインみたいな邪ケをやりたがるバンドが多い時代だったような気がするからそこはやっぱりいいカードの切り方だなって思ってやるいやそれはやるべきだってあとまあなかなかかっこいいなって思ったらあだからそうだよね。 中田君の表情自体と写真の質感がすごいかっこよかったから成立してるんだと思うね。あれでやっぱりあそこでちゃんとこうグッて顔ができることになんかこうスター性みたいなのを感じましたけどね、うん、あね、うん、あかっこいいなこの子って思ったのを覚えてますうん、うん、その後カメラマンの家でみんなで飲みましたねその <laughs> いいね もうちょっとフォっていくと米騒動とかねピルズエンパイア米騒動はんか米騒動も本当か恐るべき子どもたちっていう感じでしたねあれはもともとあれだもんね高校生のオーディションから出てきたバンドだもんねそうそうそう先行ライオットでしたっけ先行ライオットの前の名前だったねうんそんう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 んんん あと「あっんか健太郎と俺のクレジットが両方ある CD って割とあるんだけどまた増えたね」って話を健太郎として健太郎プロデュースだったそう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 だったねんかあれ俺プロデュースしたんだけどデザイン始めちゃんなのかなって言われてあそうだよっつってどっかでんかそんな話をしましたねうん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 ううん もちょっと前に、ね、あのドラムだった男の子にかその辺の飲み屋で「はいはい、あれはじめさんっすよね?」っつって声かけられましたね。はい、あ,彼はあの,あのえっとほら踊ってあ踊ってのドラム叩いてるって言ってたあそうの付きあい面白いなと思ってうんうん、うん、流れがね。<あ> <laughs> でまあ、先ほどの「スパイウタローカルス」とかね「はい、シシドルミさん」と「うん、ゴイングステディ」を渡、うんはい、す、ね、などなどを経てですね、うん、現在は現在やっぱり主力は「ヘルシン」有形的には「ヘルシンキラム」いこうなんですか多分台北君のとこは当時 友人になれるぐらいの年齢差だったけど。結構飲み行ったりしましたもん。なんか、俺と海北んと佐川くんとかで飲んだ記憶が。佐川、ジャムの?。楽屋で。はい。楽屋って。なんかしょぼうしょぼうやってた店が。今のあの、ダイソーがあるじゃん。そうそう、あの裏の方の。庄屋があった。ままスパイスラーメンがあったところの下ぐらい。あ、そうです、そうです。 楽屋懐かしい、そうだね。デザイナーとしての、ね、お話を後で伺うんですけど、<え>小林さんはミュージシャン,<え>シャンでポストメタルバンド、ナインダインとしてフレンドリシップからリリースしてるんですよね。 活躍してるとかいうレベルではなくてなんか証拠りもなくやってるいい年してっていう話なんですけどねあまあ過去回あの普通に友人のやつを聞かせていただいて、ねはい、やっぱりそのミュージシャンとして出てる友人はやっぱ売れたことがある人たちだなと思って売れたことが一度もないままここまで来てますからねだから、うん、あのジャンルとしてはあの趣味でバンドをやってるおじさんっていう枠で全然いいと思ってるんですけど。<laughs> ちょっと待って、そんか聞く気なくなるじゃん、せっかくし直。ああ、そうかそうか、すみません、すみません。いや、でも、内容に自信はあります。ただ、ひたすらうるさいだけです。高揚感も何もないです、うるさいだけです。ポストメタルバンド。2019年に結成で、小林さんは、あのパートはギターボーカルなんですね。お まあボーカルっていうかギャーっていうだけですけどね <laughs> せ先日ラ,ライブはどこでやったんですえっとねヘビーシックというところですねうん,うん,、うん。いはいはいそうそう何、うん、かあの結構な先輩方とうん、うん、僕が僕が出てるのに先輩がまだいっぱいいるっていう,うん、うん、なかなかのケースの <laughs> それこそあのファウルとかケニー・ベイカーとか先輩が出てる。 これはもうフレンドシップからのサブスクリプションの配信以外にも CD も今発売してるんですよねまあこう作って会場で手売りしてるだけなんであめ、うん、ですけど完全なインディペンデントですね孤立無縁のインディペンデントで <laughs> <laughs> ああはあああいい。 でもすごいいろいろやってますよね、私、会ったときはスペカンでベースだったし、あと、あちこと一緒にオンボタンダウン、オンボやってたりとかあちこ会を聞いたんです、昨日でいや、オンボタンダウンも、クセ用の人たちがメンバーだったからって言うんですけど、メンバーって基本、僕とあちこで、あと全員サポートなんですよ。ということは、100%俺なんですよね、クセ用は。ね あでもまあその自覚は悪いことしたなと思いましたけどねそうなんだでもあちこの木下君とかとやってたさカレンも結構癖強だったそうねそうねメンバーみんなそう考えるとあちこもある意味癖強なのかもしれないねそうだね要するに攻撃はしてこないけど癖は強いんで僕は何も言わないときますそう ということでミュージシャンとしてももりもりございますご紹介いただいてデザインの仕事はいつ頃からやってるのえっとこれねすげえパッと書いたんですけどもっと古くてもう俺の人生の話なんですけどいいですかね俺一回高校中退してるんですよで16で入ってすぐ辞めてプラプラしてた時に友達がバイトを紹介してくれたんですよ。 それが編集プロダクションだったんです当時あの80年代の中頃で、うん、ファミコンブームの時代で都内のちょっとしたそういうファミコンの攻略本を作るような編集プロダクションっていうのが,、うん、がマンションの一室とかにあってそこに こうファミコンいいっぱいあるんですよ、うん、で子供が好きに来ていいんですよ<ー>でゲームやってるのを録画してるんですよ、はい、で子供があっという間にクリアするじゃないですか、はい、でその録画したやつを使って攻略文を作ってたんですよ、はい、でそういうのを1個に紹介してもらって<ー>であのへんぷでバイトをする始めるんですね、はい、16かな、はい、でそこもヘンプロっていってもなんか大学生が。 会社ごっこをやってるみたいなとこでそ、うんうん、れで働いてるうちにそこに出入りしてる来るそこに出入りしてるあのですよ、うん、でうちでもバイトしないって言ってで16分の時にエロ本のレイアウトを始めるんですね。あでよし、うん、写真並べて、うん、で最初はなんかこうお手伝いみたいなことをやってるんですけど、うん、あれお前上手だなって話になって、うん、でやるように そういういことやっててでそのエロ本に載ってたエロ漫画のページがあって、うんはい、エロ漫画の先生のところに原稿を原チャリで取りに行ったりとかするんですよ。<ー>そうするとまあ言うてもそのエロ漫画家も20代中ぐらいでエロ漫画家の人の彼女さんっていうのがいて。うん、彼女さんがあの その彼氏のの漫画のベタ塗りとか手伝ってね彼女さんは当時タ玉の美術大学の学生さんみたいな<ー>だ俺1516ですからねまあなかなかのお姉さん。う<ー>んあでこのお姉さんでまあそういうところでいるともう図抜けで年下だからすげえ可愛がってもらえるんですよ。でいろんな人に可愛がってもらえてバイトの大学生とかにも可愛がってもらえてでそのお姉さんに。 お前やっぱりちゃんと学校行けって言われてあそうだなと思ってで高校入り直してですよ昼間やっぱ相変わらずへンプロでバイトしててやってくる大学生が「俺が行ってる大学とかお前いいんじゃないの?」みたいな話をしてくれてこの世には美術大学なるものがあるんだって思ってこれでじゃあ俺もそこに行ってみようと思ってで大学受けて入るんですね。普通に 新卒であの会社に入るんですけど、うん、その時は学生の時からやってたバンドがもう動いてて「うん、えとスペースカンフーマン」の前にやってたバンドっていうのがあってそれはそれこそ古賀さんのコンビに入って<ー>それをやりながら「スペースカンフーマン」もやってて。でうん 新卒で入ってた会社は普通の会社なんで、うん、もう有給と土日でバイライブやるじゃないですか、うん、もう回んないとなった時に、うん、そのスペースカンフーマンの事務所だったバッドニュースレコードっていうところが、うん、うちにはいくらでも仕事があるから、うん、うち来ないかっつってでバッドニュースの社員になるんですよ、うんうん、でまあ最初チラシとか作ってるんですけど、うんはい、チラシで,でまあバッドニュースで働いててその後まあスペースカンフーマンはメンバーがやって 掛け持ちしてる別のバンドがメジャーに行くみたいな流れになってボートがギターの阿く君がやってたバンドがボートで忙しくなっちゃってはい、はい、なんとなくこうあんまり活動がなくなっちゃったのもあって、うん、でそのにこ時にもう30だったのかな31かなな、うん、これちょっと頑張んないともう俺人生でレコーディングする機会ないかもなんて思って。 バッドニュースやめてちょっと一回集中しよう、うん、あと5年ぐらい働いたしあの失業保険ももらえるからちょっと頑張ってみようと思ってそれでやめてアルバム作ってさあどうしようかなっていうぐらいの時にその辺で遊んでたらマスピーにばったり会って「お久しぶり最近何してんの?」みたいな話ででこうこうこうで会社バッドニュースやめたんですよでも新婦出るんですよみたいな話をしつつ。 で「仕事は?」とか言って「いやまあどうしようかなと思ってんですけどね」っつって「うん、コンドル44」と「スプリット」があってはははいいいピンク色であのレコードプレーヤーの前でハトが2匹死んでるっていうジャケの絵を描か,描かさせていただいて、うんはい、これが最初ですかねそしたらなんかマスピーはなんか僕は仕事しやすかったみたいでその後よく起用してもらえて。 今もあのそれこそあの今も UK じゃないじゃないですかでもあのトリプルファイヤーさんは僕ずっと手伝ってもらってますかあそう、ね、マスピは UK を辞めて今トリプルファイヤーのスタッフとして活躍なさってますねなんかねマスピは変な縁があって、うん、あの僕が出会うよりも前に僕の奥さんがやってたバンドのマネージャーだったことがあるんですよへえー、<laughs> それ初耳だ <laughs>、ね、力塾の時ですかね力塾っていう会社はそうねはい そうだだったんだ、うん、で「なえなんでマスピ知ってんの?」とか言って僕が奥さんに言ったら「いやいやだってマネージャーだったもん」みたいなへ、はあ、えーっつってあ、うん、じゃあずっと縁があるんだ、ね、そう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 不思議な縁がうーんお世話になってます仲良く、まあ、同い年だしそっか、うん、そっかそっかマスピねうんでまあまあちょっと知らない人もいるかもしれないですけど、うん、デザイナーってさ、うん、ええ どんな仕事で何すんのっていう。そうだよね。ね。さっき言ったでもほらペイをいただけますか。もうお仕事にあるんでしょ。まあそうディレクションを頼んでそれをやるときはなかこう立場的な名前はなかアートディレクターとかに。うん。でもなんでどっちかってなんかデザインっていうとこうまあマックを使パソコンを使って作業してるけど肉体労働みたいなイメージなんですけど。うん。まあその。 単純に言うと、まあ、グラフィックにしろエディトリアルにしろこうある素材を印刷できる状態にするっていうことで,、うんでまあ、ただ、ね、あの社内で配る書類を作ってるわけじゃないから、うん、あのより面白そうだったり、うん、よりうわこれ欲しいって思えるようだったり、うん、まあまあ かっこ悪いよりかっこいい方がいいだろうとか、うん、そういうふうにちょっとずつこうてそういうふうに改めてじゃあどういう仕事なのって言われると自分でもよく分かんないですね。<笑><笑>まあ、まあ、例えばジャ,ジャケットとかでさ自分の中でこのジャケット俺今でもなんか大好きみたいなのってあるなんかあ結構ありますよ。そ、うん、それこそさっっき言ったあの <椿><や>あの写真のやつはドシンクなる肖像タイトルと相まってあれはなんか写真撮る時に写真のピントの合う幅を狭くするっていう写真の撮り方をしたんですよはい、はい、だからあのそれこそ目にピントが合ってると鼻にも耳にももうピント合ってないみたいな。 深度狭くすることで何かこうインパクトがある感じみたいなのが出んじゃねえのっていうのをはい、はい、でカメラマンのことをマスピーと相談してやってうまくいったからうおーかっけーっていうあとまあい,いきなりかっこいいとかじゃなくてなんか切る順番とかもあるじゃないですかその切<る>アイディアとしてはいいけど、うん、ファーストアルバムのジャケじゃないとかあ,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 ありますねありますねはい。 それはかっこいいけどホワイトアルバムのジャケをやっていいっていうのはその立場が必要なんだよとかあるじゃないですか。でどうしたって1枚目は名刺になるからとか、うん、なんかそういうバランス感で考えられるように、うんううん、なってきたかなと思ってますね。でも多分分それはあの自分がやっぱりレコードとか 音楽好きっていうのがあるからやっぱこのタイミングでこのジャケやっぱかっけえなとかそういうそういう,そうやっぱそういうのにワクワクした人生、うん、人生でワクワクした瞬間があるからうん、うん、それはフィードバックしたいなとは思いますけどねあとはまあでも言うても、うん、あの芸術家じゃないから決定権ないじゃないですか。うん まあまあまあ,ですよ、ね、あアーティストがねイエスっていうアーティストのスタッフがイエスと言わないとお客様あってのことだから、はい、なんかその辺はそのさっき言った「まうん、あったまかってぇな」じゃないですけど、うん、その辺はなんかうまくコミュニケーション取りたいなっていうふうには思ってますねう<ー>ん <laughs>、うん、そうねえっとねこう今までいろんな 経験をされてると思うんですけど、はい、今までのキャリアの中で失敗した経験と成功した経験体験、うん、成功体験それを伺ってもいいですかね<し> <laughs> そんな本気でやばい、うん、追い詰められるような失敗はないと思うんですよ単純に間に合わないとか、うん、それ、うん、あのそれも僕昇進者なんでこの締め切り守らないはできないんですよ怖,怖すぎて。うんだから あのそういうタイプの失敗なんですけどでも「あバンドニュース時代に、うん、こうバーコード違ってる事件っていうのがあって、はい、でまあそういうのは、まあ、遠藤さんとかはお分かりになると思いますけど大体修正シール、うん、あー上から貼る、えー、貼るですねで,、うん、でまあそれ持ってこれでもなんか各社員が各大型店舗に貼りに行きましたよ<ー>僕も大阪に貼りに行かされましたもん,んあああそうねやっぱいやでもそれさ <laughs> バーコードがさ、違うバーコードを貼るってさ、やっぱり結構でかい店。でかいよね。うん、うん、うん。でも、しかも、出荷しちゃってんだもんね。ね、その、お、お店に、お、出荷した後、な、どこ、どこ、たわれるないないていうの間に。三十枚いったって言って、さ、三十枚いって、すみませんって言って、話してもらう。んですよなかなかでかいです。それでかいよ。ね。うん。うんうん ディレクター確認してくれよって思っておりますまあそれもあるよな。ただそのバーコードってさなかなか確認の仕方まあね下の数字を読み合わせればいいんだけどでもピッていうさ確認のピッていう機会がないよね普通の社には。ないね確かに。要するにピッてやると他の商品のものになっちゃうってことでしょきっと。まあそうですね ななかかでもそれは大変なやしびれるねなんかバッドにしたら社長が優しかったから千葉さん優しい人だからそんな激しい叱責は受けなかったですねだから勘違いしてるのかな大した失敗じゃないってちなみにこの成功体験はスケジュールに影響なく進行してそうですねマニアレコンだとか CD だとかの時はあんまりそういうことないんですけど 雑誌とかだと本当にもう時間との勝負みたいな時があるから俺はもう本当「今日の夕方何時?」って言われてるのにまだ素材が来てないとかこれが間に合ったとかはあ俺かっけえなとか思ったりしますけどねあとはまあそのね出来上がったものがあの現物届いて見て「あ思った通りかっけえ!」 かっ,こいいぞって思えたらそれはもう俺的には成功なんですけどねもちろんそれであのお客さんが喜んでくれたらすげえ嬉しいしもちろんそのさっきも言ったけど決定権が自分にあるわけじゃなくてお客さんあってのことだからお客さんが納得していただけるものができないと意味ないわけで、うん、それで喜んでもらえたらっそれもまた成功だし、うん、でなおかつね あのそれが売れてくれたらそんな嬉しい話はないですよね。あうまあなんだろうまあデザインの仕事を目指している人あるいはちょっとそういうジャケットとかねデザインやりたいなって思ってる人ってどうやったらなれるの <laughs> どうなんですかね。普通は その専門学校とか大学とか出てデザイン事務所に就職してみたいなのが筋だと思うんですけどまあさっき話しましたけどもう僕全然何のこう物差しにもならないじゃないですか僕の人生だからそこはなんかうまくいえでもまあ手を動かしたりすることが好きだったらそれはするじゃないですか。それができるんんなならなんかこう できるんなら今度は出来上がったものを人に見てもらうと少しずつ広がるんじゃないかと。うん、でまあシンプルにそのちゃんと、まあ、学校は行った方がいい気がするんですよ、うん、どうしたって、うん、そのある程度専門性があることだから、うん、でそれまあ難しい <laughs>、うんまあ、僕もねあのもちろんでもこの仕事はなりたくてなった仕事ではあるんですよ。はい、あの その若い頃のそのレコードのだとかバンドのグッズだとか T シャツとかそういうものをかっこいいと思って憧れがあってそういうことを自分もしたいと思ってで始めたからでバンドや自分のバンドも自分のバンドがあればチラシを作ったりグッズを作ったりでそれってなんかこうそれも含めてバンドごっこというかそういう遊びから始めてでもまあ それを見た人がなんか褒めてくれて俺どこでもやってくんないみたいな感じで広がってきたからまあっ作,って作って人に見せるをやってるとうまくいくかもよくらいしか言えないですけどねでもそれはでかいよねきっとそれこそ SNS とかさあるしそこから何か話がとかあるかもしれないですね。そそれこ SNS でちょっと発表してそれがいきなりダーンってお仕事になる、うん、<ー>みたいな人も今はもうたまにいるよねたまにいるもんね、うんうん、まあ狙うにはちょっとギャンブル性が高すぎるというかそうだね、うんま、ち,ょちょっと話は変わりますけれども例えば UKFC のロゴとか作ってもらってるじゃないですか、えー、でまあ AI の話なんだけど、えー、UKFC って4文字入れて、えー、まあまあ炎,炎にしてくださいとかさ、うんうん でメタル風にしてくださいってことで、百パターンぐらいも出てきちゃうじゃないか。それの時代に生きているデザイナーとしては。どう考えて。恐怖しかないですよ。恐怖しかないですよ。そうなの。あの。僕結局、こう。その超花形の人とかではないから。あの。なんていうあの。 フリーランスっていうと聞こえがいいですけど、はい、割のいい短期のバイトが途切れないやつっていうだけなんですよ。なるほど。でも、それは専門的な技術を持ってるわけじゃない。まあ、でも、でも、だ、それが A. I. にとって変わられるよって話じゃないですか。か俺はあんまり賛成し,してないけど、うん、デザイナーみたいな仕事がかなり減るんじゃないのみたいな言い方する人いるじゃないですか。いや、もう、全然そうだと思いますよ。うん、思うん。で。うん、その。 高い金ある程度のお金を払って、うん、みんなでディスカッションして絞,り絞ってダンって出すより青ほど出てるのを、うん、とりあえず片っ端から出して、うん、ああのバズったの拾い上げてけばいいっていう話になるんじゃないのかなって思いますけどね。とはいえなんか最後は <laughs> 最後なんかあるとしたら愛とかじゃないですか <laughs>。 それ聞きたかったんだ例えばさっきこの「炎」にしてとか「メタル風」にしてとか言ったじゃないですかでもメタル風のロゴって「お前そこにメダルの心があるのかないのか」で結構あると思うんですよ。そそうだよねので分かんないですけど例えばヒップホップのとかグラフィティー風の文字とかあるじゃないですか。 なんとなく真似はできるけど、うん、あの本当の本物の、うん、その世界にどっぷりいる本物の人に見せたらそれ偽物だってバレるじゃないですか、うん、だか、うんうん、それそんなダサいのないくないですかそのなんていうんですかあの「若い人はこういうのがいいんだろう」で,で,で「ヒップホップ調のちょっと書いてみてよ」で「ああこんな感じですね」はいはい、で本当に、はい、その本当の b ーボーイが見たらあの「なんだこれ」っていう。 なんていう全然こうなんてうかな、うん、あの的外れなことになってるようなをはだダサいよねそこがなんか愛でやるそういうことをお願いするんだったら本当にできる人にそういう人にお願いした方がいいだろうしみたいなふうには思いますけどねなるほどはい合ってます俺 <laughs> 合ってますちょっとその話は聞きたかった <laughs>、うん、みんなどのようにかか 全然の仕事をねやりたいと思う人がいたとしてですねその人たちに向けて何かメッセージを伝えるとしたら <laughs> ま,、ね、まあね僕が僕がもう流れ着いたものでしかないから <laughs> はい、はい、割とね成り立ちった特殊な成り立ちだから、ね、そ,うそうなんですよね、うん、ただまあそのとはいえ何かこう唯一言えるのはやっぱり なんか好きなことを一生懸命やったらなんか帳尻は合うぞみたいなことはあるのかなって最近思うんですよね。それはまあ身をもってて体しるわけですからね若い頃遡るとまあただただひたすらバカだったっていうだけなんですけどでもなんかこうつどつどなんかのタイミングでその、うん、さっきも言ったマスピーが「最近何してんのじゃあやってみてよ」じゃないけどなんかタイミングタイミングで。 こう会うべき人に会って「じゃあやってごらんよ」みたいなとか「ちょっと手伝ってよ」なんて言われるから、うん、それはでもは激しく「こういうことやってます仕事ください」とかじゃなくてなんか遊んでたり<ー>バンドやってたりとかのつながりで<ー>な,んなんかこう「あああいつなら大丈夫じゃねえの?」って思ってもらえるっていうことだと思うんでだからなんか好きなことは一生懸命やった方がいいんじゃねえの、うんはい ぐらいのふわっとしたやつしか言えないんですけどいや結構いいんじゃないですかそれははそれは別にデザイナーじゃなくてのバンドマンでもなんねなんかね共通してるよねきっとあとなんかふわっとなんかその希望みたいなのはこうなりたいみたいなのなんか割とこう思ってるといいかもしんないですねなんかこれは僕のイメージなんですけどあのまあ口にしてもいいしなくてもいいですけど例えばこうなりたい って思う思いを自分の中に割とすぐ,すぐ取り出せるところに置いとくと、はい、なんかこう人生で分かれ道が来た時にあそうそうだったらこっちじゃねっていうのが割とサクッと決められるんじゃないのかなっていう,あうんなんか伝わりますこれ伝わ,り伝わりますし僕も結構なんかね10年後10年後こうなりたいみたいな手帳の奥の方に書いてある奥の方にあんまり見られないとか。 書いておくと「はいうん、あそっか」みたいな5年前やっぱこんなこと考えてたんだみたいなうん、うん、それはそのそうね漠然としてもいいから目標みたいな夢みたいなものを心の中でも一緒に書き留めておくみたいなことは、うん、実現しやすくなるような気がしますよ。 で僕の最大の失敗は若い頃にまあそれなりに増えてバンドが続けられたらいいなって思っちゃったことですね <laughs> でもさ20代って絶対そうなんだよねうんあの、うん、そんなビジョンを持てみたいなさ、うん、そういうのってやっぱちょっとね、うん、年上の先輩が言ってくるけどなんかうるせえなと思って <laughs> それがいつの間にかちょっとさあんたいいこと聞いてよかったみたいなまあ <laughs> そんなこんなでですね、うん、今週はグラフィックデザイナーあるいはエディトリアルデザイナーの小林はじめさんをお迎えしてお送りしてきた UKP ラジオもそろそろお別れの時間ですねはい、はい、どうもありがとうございましたいやいや本当に、まあまあ、ちょっと特殊な経歴なんで参考にできるかどうかは人によると思いますけど、うんうん、でもまあこうやってなんかね 今でもちゃんとまあ繋がってられるし仕事をししてるっていうのって、うん、まあいいなと思いました、はい、久しぶりに会って、はい、ね本当にありがとうございました <laughs> 楽しかったです、ねねね、感想や質問などぜひハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストしてください UKP ラジオの X アカウントのトップに固定ポストしているリンクからもメッセージを送ることができますのでぜひこちらもご利用ください UKP ラジオは、UK プロジェクト遠藤光一とポリシックス、文がお送りしました。